広島平和記念公園は、広島県広島市中区中島町にある無料の市民公園。平和記念公園もしくは単に平和公園とも呼ばれる。慰霊碑より原爆ドームを望む。1945年8月6日、アメリカ軍が広島市に原子爆弾を投下した。その後、1946年11月1日に、 爆心地に近い中島町内10.72ヘクタールが中島公園として都市計画公園に指定された。1949年の11月1日には国会で可決された特別立法広島平和記念都市建設法が制定された。世界に向けて人類の平和を願い訴えることと過去の過ちを繰り返さないことを目的に同年、 広島平和記念都市建設法を受けた国家の記念碑的コンペティション広島市平和記念公園及び記念館競技設計を広島市主催で実施。約140件の応募案の中から一等に岸田秀人審査員がオスタンゲ建造以下3名の案が選ばれた。タンゲラの一等案は市の中央を東西に走る予定の100メートル道路に垂直に交わる形で記念館 広場、慰霊碑、原爆ドームを一本の軸線で結ぶというデザイン案が評価された。丹下は日本の古社寺の伝統に由来する個々の建築よりもその配置が作り出す環境の秩序を重視したという。二棟、三棟多の案は道路の存在意識や川を挟んだ敷地の先に臨む原爆ドームを視野に入れるなどはせず、 このため建築のスケールを広範な都市計画の視点から点から捉え返そうとする点で、タンゲラの案の得意性が浮かび上がった。また公園計画案での道路割りが、鼓型のデザインを提しているが、タンゲはこの鼓形を戦時中実施され、タンゲも参加したアンビルドプロジェクトのコンペティション、応答は建設記念造へ計画でも使って割とうまくいくことを掴んでいたことで採用している。 この鼓型のアイデアは単位が、広島高校時代に出会ったルコルビュジエのソビエトパレス建築コンペティション応募作品にあった。そのうち、広島平和記念資料館や原爆死没者慰霊碑の設計や、原爆ドーム、原爆死没者慰霊碑、資料館を結ぶ南北軸、資料館を中心とする3棟の建物による東西軸は実現した。当初は、 現在の広島市中央公園や元町中層アパート群、市営元町高層アパートの周辺も平和公園として構想されていたが実現しなかった。また平和大通りについても構想に含まれていた。タンゲラのこの公園計画案は批判の声も多く、特に天皇制及び大東亜共栄圏のイデオロギーを帯びた体制を支持する大東亜建設記念造営計画で名を馳せたため、 単下の天候が指摘されるが、この公園案の場合は、戦後民主主義の反戦思想へ転換したといえど、都市や国土計画への思考が、戦前の蒸気コンペから戦後を通して一貫して、連続しているとされる。他方、この計画案が持つ都市性については、国内ではむしろ逸脱として、批判にさらされている。しかしその後広島平和記念公園は、戦後の日本が、 どのような方向に向かうのか世界に向けてアピールした記念碑的なものとなった。広島平和都市建設構想案が掲載された国際建築は英文兵器でこのため海外でも注目されとりわけアメリカの建築家の注目を集めた。タンゲはこれをきっかけとして1951年に都市のコアをテーマとした近代建築国際会議の第8回会議で 広島平和記念公園の発表招聘を受け会議に出席。コルビュジエやバルタグロピュスら国際的建築家と相対することになる。公園南側の平和大橋、西平和大橋はアメリカ人彫刻家であるイサムノグチの設計による。公園の建設にあたっては敷地内の多くのバラックを撤去することとなった。また、敷地内を走っていた古くからの繁華街の道は、 残されることになった。1951年8月6日に、現在の区域を平和記念施設とすることを決定し、1954年4月1日に完成した。渡辺忠夫が呼びかけて集められた平和大通り食事のための樹木は、平和公園にも植えられている。毎年8月6日には平和記念式典が開催され、原爆が投下された午前8時15分には、 木刀が捧げられる。式典では、市内中学校、高校の吹奏楽部による、広島平和の歌の伴奏、広島市の合唱団等による合唱が行われる。平和記念公園は、被爆前も公園だったと誤った認識があるが、被爆前は中島地区と呼ばれ、幕末から明治、大正にかけて、市内有数の繁華街として栄えた歴史のある町で、あった。 公園の北側の原爆ドームがあるあたりは、愛を通りを挟んで、広島市中央公園と隣接している。平和記念資料館の公式サイトによれば、平和公園及びその周辺の緑地帯には、50を超える原爆関係の記念碑、記念建造物がある。建物以外の多くは、原爆犠牲者の慰霊碑や平和を願う記念碑である。その中には、 現在公園となっている地区とその周辺の住民、建物疎開に動員されていた、学校、企業体、この付近に所在していた、会社、団体、公共機関によるものが多く含まれている。原爆犠牲者全般の慰霊費、慰霊施設地区、学籍、職域を問わないものに限定した。地区住民関係の慰霊費被爆まで、現在の公園地域内に居住していたため多くの、 犠牲を出した各町の住民により建立されたもの。学校、義勇隊関係の異例被動員学と異例等、被爆当日、現在の公園地区及びその近辺では、市内の中等学校の生徒や近隣町村の義勇隊が動員されて建物疎開作業を行っていたため、多大な犠牲を出した。会社、団体、公共機関関係の異例被個人に関わる記念碑。 慰霊碑その他記念碑等1952年造成中の平和公園で行われた平和記念式典。この年は原爆死没者慰霊碑の除幕式が行われた。平和公園の移り変わり被爆前の中島長ジオラマ被爆後の中島長ジオラマ1974年。国土交通省国土画像情報をもとに作成。1981年。 国土交通省国土画像情報をもとに作成。愛よ岩わが掛け替え工事中。1988年、国土交通省国土画像情報をもとに作成。国際会議場が建て替え工事中。広島駅電停から、広島電鉄の路面電車2号線偶、島口行き、6号線へ岩行きに乗り、原爆ドーム前停留上下車。この区間は、原爆の被害を受けた、 被爆電車が平和学習の貸切電車によく用いられる区間である。広島駅電停から、広島電鉄の路面電車1号線広島港行きに乗り、本通り電停、袋町電停、中電前電停下車。広島駅、バスターミナル3番乗り場から、広島バス24号、吉島線の吉島営業所、吉島病院行き。または、6番乗り場から、 広島バス25号草津線の平和記念公園経由、井口商工センター行きに乗車し、平和記念公園バス停で下車。広島駅新幹線口から、中国 JR バスのメープループに乗車、原爆ドーム前、または平和記念公園バス停下車。運賃200円。横川駅電停から、広島電鉄路面電車7号線広電本社前行きに乗り、 原爆ドーム前、電停、本通り電停、袋町電停、中電前電停下車。広電西広島駅まで徒歩連絡。同駅から広島電鉄路面電車2号線広島駅、行き、または3号線広島港行きに乗り、原爆ドーム前電停下車。3号線広島港行きに乗り、本通り電停、袋町電停、中電前電停下車。 広電西広島駅前の恋バス停から、広島バス25号草津線平和記念公園経由、広島駅行きバスに乗車し、平和記念公園で下車。10日、市経由広島駅行きもあり、この場合は、原爆ドーム前下車。広島高電停から、広島電鉄路面電車1号線広島駅行き、3号線西広島行きに乗り、中電前電停、袋町電停、 本通り連停下車。3号線西広島行きに乗り、原爆ドーム前連停下車。広島バスセンターより相追い通りを西へ、原爆ドームまで徒歩5分。平和記念資料館までは徒歩10分。国道2号で福山、東広島方面からは、広島駅を、岩国、廿海寺方面からは、西広島駅を目指して進み、そこを起点に平和大通りを行くのが良い。 山陽自動車道からは、広島インターチェンジより、国道54号を南へ、広島城あるいは元町クレドへ向け進む。神谷町付近は一方通行の細い道路も多い。公園周辺には、広島センタービル駐車場や、エディオンお客様駐車場など、大きな駐車場がいくつかあるが土曜、日曜、祝日は混雑している。宮島から高速線で平和記念公園の、 最寄り停泊場になる元安桟橋まで直行可能。ありがとうございます。